デレイプにあるヤンヤンセ・ウェルテフレーゾウヤンヤンセ、ウェルテフレーは、オランダ出身の船乗りで、私略船の水夫であり、おそらく、朝鮮を訪問した最初のオランダ人の一人である。小銃製法の技術を持ち、女神族侵略の際に活躍した紅れないエビス法の製造と操作を伝えたとされる。朝鮮名は、僕の部で、しばしば通訳も務め、鎖国時代の李氏朝鮮に土着した。 彼の冒険は、オランダ東インド会社の会計士で1653年から1666年まで、朝鮮に滞在したヘンドリック・ハメルの報告により、記録された。ウェルテフレーは1595年頃に生まれた。出生地は、ハメルによると、デレープ、他の情報源によるとフラールディンゲンである。彼はハランアという船に契約して雇われ、 1626年3月17日、オランダ領東、インドへ立った。そこでは、彼は1627年に、バタビアからウアーカークという船で到着した。1627年7月16日、オランダの死略船ウアーカークは、中国のアモイ港で係留されていた、中国のジャンク船を打破し、その乗組員150人を奴隷として売る目的で捕虜に、した。 70人の中国人は、ウアーカークに乗せられた。船の航海士、ヤンヤンセベルテフレート、オランダのデレープから来た、ダークキジズベアース、アムステルダムから来た、ヤン・ピーターズ・バーベストは、13人の他のオランダの乗組員と一緒に、ジャンク船に乗り、フォルモサの台南へ航海した。激しい夏の嵐に見舞われて、ウアーカークだけが安全な港に入港した。 嵐に翻弄された中国のジャンク船は、不運な中国人とオランダ人乗組員を乗せて、朝鮮の西海岸沖の島の海岸に接近し、給水のために沿岸に近づいた。次に起こったことの詳細は不明だが、中国人は5対1の人数の多さで、オランダ人の生存者を圧倒し、ウェルテフレー、ダークギジズベアース、ヤンバーベストを捉えて、朝鮮当局に、 彼らを引き渡した。当時の李氏朝鮮は、鎖国政策を取っていたので、捕虜となった彼らは朝鮮を離れることは許されなかった。ベルテ・フレーは、パクヨンという名前を付けられ、政府の重要な役人となった。彼は、朝鮮人女性と結婚し、二人の子供を設けた。ベルテ・フレーによると、他の二人は、日のエネの乱中の1636年に死亡した。彼らは、 朝鮮軍として戦っていたと思われる。ハメルは朝鮮軍で日本人や中国人からなる外国人部隊の隊長を務めていたとされる。1653年にヘンドリック・ハメルらが乗ったデスパーウェアという交易船がジャカルタから台湾を経由して日本に向かう途中に難破した。船は朝鮮に漂着し、ウェルテ・フレイが通訳者及び相談役として派遣された。 ただしこの際、20年にもわたり、朝鮮に在住していたウェルテフレーはオランダ語に不自由になっており、ハメルラから改めて習い直している。この時に漂着した、ハメルラ36人のオランダ人は、以降13年間朝鮮に遊兵され、虐待されたが、1666年に生き残っていた彼らのうち8人が長崎に逃亡した。 ヘンドリック・ハメルは朝鮮での滞在について執筆し、それによって現在我々がウェルテフレイについて知ることができる。後日本の尽力により、生き残って朝鮮に抑留されていたうち、7名が日本を経由して、オランダに引き渡された。オランダのデレープのグレートチャーチの傍らにはウェルテフレイの像がある。このレプリカが1991年ソウルに設置された。ありがとうございます。